なんでこれあんた。ひろちゃん。え？なんでこれ汚いとね。ああ、なんか床汚れたからそれで拭いた。なんでこれで拭くとあんた。なんで？こっから取ったろ。そうやね。ここにかかっととは食器用って。なんで床は拭くとね、あんた。汚れてるから拭いたんや。汚れてるってなんかこぼしたから、あんた。いいやん、そんな。いや、ちゃんと拭いてんねんから。違う。雑巾があっとか、そっちに。これは食器拭く用のタオル。ここにあっとか、この、水回りのね、台拭き用のタオル。床とか汚なとこ掃除すると、そこの、一番下に入れとるでしょうが、雑巾も入っとるし、あんたたちが破れた靴下とか、もう、綺麗に拭いてから捨てれるように、一番汚いのは、あるんだよ、雑巾用のが。そこにあったからすぐ拭こうと思ったよ。別にいいやん。知れたけ。これは食器用って言ってたよ。ほんで、これでじゃあまあ最悪拭いたなら拭いたでよかばってんた。うん。なんでここに置いとったや。そしたらお母さん間違って食器拭くかもしれんばい。汚い床に、床は拭いた。付近でお母さん、拭くかもしれんば汚かった。なんで水洗いして洗濯機に出すとかた。なんでここに置いたまましとっと。何回も言えるけんね。ここにかかっとっては食器用です。ここは台拭き用。雑巾用はそこに入ってます。何回も言わせんで。はい、もうこれは雑巾用に繰り下がりました。まだ使えたのに。新しいの使っていいよ。チャンネル登録よろしくねー。